えー、皆さんこんこにちは、えー、今日は憲法入門の入門の20回目、えー、あもう20回目入りました、えー、まだまだ続く <laughs>、えー、今日はあの特別な法律関係における人権の限界というテーマで、えーまあ、これ何回か続くと思うんですがあそのお話をしたいと思います。でここではです、ねあのー、最初に まあ、昔からあります特別権力関係の理論という、まあ、古い考え方ですねこれを一つ紹介します、まあ、それに対する批判も紹介します2番目に公務員の人権というのはどう考えたらいいかということについてお話したいと思いますそれでは内容に入っていきます でこの特別な法律関係における人権の限界ということなんですが、えーまあ、特別な法律関係におけるというのはあのいわゆる憲法というのはですね、えー、公権力と一般国民です、ね、との関係だということを前提に置いた場合の、まあ、物事の捉え方なんですけどね。 でまず1番目に特別権力関係の理論というんですが特に今まで断ってきませんでしたがこれまではですね公権力と一般国民我々通常の一般国民との関係について説明をしてきたわけです。えー、人権保障についてもです、ね、原則として国家権力と一般国民との関係で語ってきました。 でしかしですね、社会にはあの通常の一般国民とはまあ異なるものがいるわけですね。えー、ここでは公権力と特殊な関係にあるもの、つまり国家との関係で特別の法律関係にあるもの,もの、あるいはなるものですね、これからなるものとの関係について説明したいと思います。えー、具体的にはですね、あの公務員や 刑事収容施設の非収容者いわゆる在官者ですね、えー、などがあこのテーマとして挙がって,きてまいりますでこの特別の広報上広報上の原因によって成立広報上というのはです権力と私人との間を規律する法律という意味ですね広報,広報上というのは、まあ、司法上というのはあ国民同士の間を規律する法律ですね そういうい意味で広報上の原因によって成立する公権力と国民との関係についての理論を特別権力関係理論特別権力関係理論といいましてこのようなものが一般国民の場合よりも基本的人権を制限されることを正当化する理論があったんですね。これはまあどちらかというと明治憲法下での学説なんですね。 えー、じゃあその学説をまず紹介していきましょうでこの特別権力関係論というのはですね具体的には次の3つの点を主要な特徴内容としますでまず1番目はですね広範な人権制限、えー、特別権力関係の下ではですね権力は その,その特別権力のもとにあるその人たちに対してです、ね、命令権や懲戒権を有しており、いいですか、法律の根拠なく支配でき、広く人権制限がなされていました。要するに法律の根拠がなかったということですね。2番目、法律の留保の排除。 えー、だから、その公権力はですね人権を法律の根拠なく制限できるとされていました。で、法律の根拠なく人権を制限できるということはですね、制限がないためにですね、どこまで人権制限されるかわからないという状態です。その、えー、法律の留保というのはどういうことかというと、うこの前はまあ明治憲法の中で踏まえ,踏ま,えましたけど、 えー、例えば、何とかの自由は法律の定める範囲内において保障するということですから一応、根拠をですねここまでは、えー、人権を認めるよというのを法律には否定してあるわけですねだからその範囲ではやっぱ守らなきゃいけないわけです人権をねところが法律の根拠なく制限できるという、ね、法律の有効すら排除してしまうと何でも人権制限ができ,できてしまうことになっちゃうわけですね。 それがまあ大問題なわけですそれから3番目、司法審査の排除。えー、これはの人権制限を救済してくれるです、ね、裁判所の司法審査が原則を及,ば及ばないということです。つまりです、ね、裁判所で人権救済ができないということです。だから要するにです、ね、不当だと思ってもどこにもでです、ね、訴え出ることはできないわけですね。 そういうその非常に問題のある理論今か,ら考えるとです今から考えると非常に問題のある理論だったと。でこれはですね今の考え方ですね法の支配ということからは問題の多い理論であることは明らかで日本国憲法のとでは採用することはできないというものです。 ただあの、特別権力関係ではです、ね、一般権力関係より強い人権制限を受けたということは事実としてあったわけですね。で、現在ではです、ね、特別権力関係でもお人権規定が原則として適用され、 特別権力関係においてもどのような人権がですね、どのような人権がどのような根拠、いかなる根拠でどの程度、どのぐらい制限されるかを明らかにすることが大切であると考えられています。要するに、特別権力関係理論のようにですね、一般論としてですね、何でもできるというようなイメージのものじゃなくて、えーえー、具体的にどのような人権がですね、 ちゃんとした根拠を持ってでその程度もですねどの程度まで制限されるかを明らかにしていくという個別具体的に考えていくということが必要であるというふうに考えられているということですでまずそのさっき公務員と在管者なんていうことありましたけどまず公務員の人権について考えていきたいと思いますで公務員の人権ではですね以下の2点がね主に問題になるんですね で一つは、公務員の政治活動の制限ってやつですね。公務員の政治活動の制限。それから二番目に、公務員の労働基本権の制限。ね、これ、昔まだあの、国鉄がですね、国営企業だった時に、えー、7日間の長期ストライキをしましてね。私あの、いわゆる製造業のメーカーで、 えー、ロンウォンにいましたんでね、その従業員が、も要するに三交代勤務でフル稼働してる、いや、フル操業をしてると,ところですからあの、従業員が遠くから通って来れないわけですよ。ね、国鉄、やっぱり主な手段ですからね。でそうするとその、会社でですねバスを用意しましてね、いろんなところに迎えに行くわけですよ。 そしてその添乗員にですね、我々ロームの若者が、若者っていうかね、やらされやらされたってたったそれが仕事だったんですけどね、えーえー、人員調達をしに回るわけですよ。余計な話ですけどね、あのその時実は私、方向音痴でね、あのなかなかあのバスの運転手さんもねその、いつも走ってるところじゃないから、場合によっては分かんないときがあるんですよね。そそれをその えー、あこ,うこうですよなんて言わなきゃいけないんですけど方向音ってそれはできないんですよね。で1年目はね私新入社員ですからよく分かりませんので皆さんよろしくなんて言ってごまかしてたんですが2年目もやっぱり駄目なんですよね。<laughs> でそれでやはり同じような新入社員とは言いませんでしたけど私苦手なんでってただその乗ってた人が覚えてましてね。えー 何々さん、あなた、去年もそんなこと言ってたねなんて言って終わられたんですけどね、まあ、そんな思い出があります。それが7区間も続きましてね、大変でした。まあ、それはちょっと余談です。で、この公務員の政治活動の制限についてはですね、後ほど該当箇所で触れることにしてですね、ここではあの公務員の労働基本権の制限について見ていきたいと思います、ね、政治活動は別に触れます。 例えばどうでしょう、ね、一般の人と同様に公務員、例えば消防士を例にとってみましょう。その消防士に人権、例えば労働基本権の損疑権、要するにストライキをする権利、これを認めた場合を想像してみてください。ストライキっていうのは仕事をやらないということですからねで。消防士が労働条件に不満があるとしてストライキを起こしたとします。 その時、火事が起きたらどうしましょう、えー、通報しても、ですね通報してもストライキ中のため、消防車が火消しに行けませんというようなことが起こってしまうことになるわけです。大変ですね、これは。でそ,うそういう意味で、ですねやっぱりある程度の公務員の人権制限というのは必要なのかなというふうに思うんです。ただ,ただこれはね 国によって考え方が違いますのでね、公務員だってちゃんと人権を認めるべきだと、公務員がストライキやってるなんていう国ありますよね、堂々とやってる国がありますよね。ですから、これはまあ日本ではこうだということで、えー理、理解をしていただいた方がいいと思うんですが、あの従来はですね公務員の人権が制約可能となる根拠として、従前の学説はこんなふうに言ってる。 全体の奉仕者論だと、えー。以前はですね、憲法の15条2項の文言を持ってきましてですね、全体の奉仕者ゆえにそれが許されないとされていました。公務員は全体の奉仕者なんだから、そんな、あ端的やストライキなんかやっちゃいけないよということですね。で、15条にこんなふうに書いてある。すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと。 でこれあの、ちょっと問題なのは、ちょっとかなり問題なのは、全体の保守者というのはです、ね、あくまで職務理念なんですね。だから、全体の保守者だから、人権制約を許されるというのは合理的ではないと思うんですね。例えばその、まあ、憲法に書かれている文言じゃありませんが、学校の先生は聖職者だと。学校の先生は聖職者,、ね、者なんだから、そんなあストライキなんかやっちゃいけませんと。 いうのと同じ,ようなも同じような話なんですよね。だって学校の先生,先生だは生職だなんて言ったってそれは職務の理念道徳論としては分かりますよ。でもだからといって全て人権が制約されるというのはやっぱり合理的ではないわけです。でそういう一般論でね一般論であるというのは合理的ではない。 で現在の通説はどういうふうに言ってるかというと、憲法秩序構成要素説,要素説というふうに、えー、まとめられてますけど、えー、公務員人権制約の根拠はですね、憲法自体が公務員関係の存在と自立性を憲法秩序の構成要素として認めているからと考えています。ちょっと難しいですね、表現がね。要するにですね、 あの人権を考える場合にさっき、一番最初に話したようにですね、憲法はあの一般国民とね、えー、権力との関係を想定して、いろんな人権を書いて、人権について規定してるんですね。ところが、あの憲法自体の中にですね、えー、公務員という存在がね、一般国民としてはあるんだと。 だからその公務員というのはこう,こういうもんだというその自立性というかね、他の一般国民とは違っているんだということをですねその憲法という秩序の中で考えているんだと、そういう存在と自立性を憲法の中で考えているんだから、憲法自体がある程度のことは容認しているんだと、ねそういう人権制限も容認しているんだと。 いいう,うに考えていくんですね。そんな抽象論じゃなくてですね憲法自体が考えている。例えばまあ存在で言うならね憲法第15条にこういう規定があります。公務員を選定しおよびこれを罷免することは国民固有の権利であると。で全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと。 公務員の選挙については青年者による普通選挙をする、保障すると。で、こういうふうに書いてあるということは何かというと、憲法は公務員の存在を前提にして公正、憲法秩序を構成しているんだね。要するに、国家権力と一般国民ということじゃなくて、ちゃんと公務員ということが存在しますよと、ね、一般国民とは言えない、言えないって言ったらおかしいですけど、 一般国民でもあるんだけど、その中でも公務員という存在をですね、まあ、一つの前提にして憲法秩序を作っているということですね。つまり憲法に規定されているということです。だから、一般国民とは違う特別な存在としてですね、認めているから、一定の人権制約の根拠となっているというふうに考えるわけですね。例えば、ここで、あの、天皇。 陛下のの話を出すはおかかししいかもしれませんけど、まあうん、天皇制というのがね象徴天皇制というのが憲法に規定されてるわけですよね。でそこでは、まあ、あ政治的行為は受けない、ね、国事行為のみを行うなんていうこと書いてるんですが何かというとそういう象徴天皇制というものを 日本国憲法の必要の一つとととしているといるうことですよねだからいわゆる一般的国民とはちょっと違う扱いを受けますよということがそこから想定されるわけですね。まっ、あ、く同じではありませんけど、まあ、そんなことをちょっとね連想していただくとこの理論が分かっていただけるのかなというふうに思います。それから自立性ですが 第73条に内閣は他の一般行政事務のほか、他の事務を行うということで、4として法律の定める基準に従い管理に関する事務をえ勝利することとで。公務員はですね、法律の定める基準ということでですね、末端まで民主的コントロールを受けることになるわけです。そこには自律性を持った組織、 上位下達の命令系統を生みしたものは制約を受けることは憲法上の要請があるのではないかと考えていきます。自立とは自らを立するという意味であって、行政組織とは自立性ある組織であり、それは公務員の人権制約であるとの人権制約である,あるの根拠になるという考え方。どういうことかというとですね、えー、分かりにくいかもしれませんけど。 あの通常のですね、えー、我々、えー、今は私は違いますけど私の以前のようなサラリーマンねいわゆる通常の私企業に勤めている人間というのはですね別にあの労働法でね労働法で、えー、そのなんてつうかなあの 権利は守られてますよねいろいろところが、労働法の中に、その、えー、従業員はね、こう,こう,こうしなきゃならんとかあるんとかってことは書いてないわけですよ。それはそうですよね。各会社によって違うわけですから。ね各会社によって違う。だから、まあ各会社は就業規則の中にそういうこと書いたり、それからもっと、 まあ内規的なね職務基準とかいうものを作ってやったりするわけですね。ところが公務員の場合は法律の定める基準に従い内閣が管理に関する事務を承認することになってるわけですから法律による行政ということによってですねえ一定のきちっとした法律的な根拠があってやってるわけですね。だからあのそれによってやるわけだから、え。ー なんかなめった,たに人権を制限するということはならないわけで、えー、そこにもその根拠があるんじゃないかと事実性という根拠があるということですね。というふうに私は理解しているということです。でここであの判例を紹介しましょうまずは最初は前提東京中友事件ってやつですね。 これはあの、まあ、昭和33年ですからもうかなり古い話ですね、その春闘の際にです、ね、被告人8名がです、ね、前庭新労働組合の役員として東京中央郵便局ですね、要するに前庭ですから郵便局なんですよね、郵便局の従業員を勤務時間に食い込む職場集会に参加するよう要請、説得し 38名の従業員に対して職場を離脱させたと。ね。いいですが、あ前提としてこの、今は皆さんね、えー、郵政民営化の時代に、今の若い人は生きてますけど、まあ、ちょっと前まではね、えー、郵便局は、あの、国のね、管轄ですから、公務員だったわけですね、郵便局の職員はですね。 でそのまあ職場離脱をさせたことが、その行為が郵便法79条1項の郵便物不取扱い罪の強さ罪、ね、強債罪というのはこう人、人をして犯罪をやれというふうに言って、やらせることですね、自分は実行しないけど、人にやれというふうに言う,いうことですね、だから要請、説得したというのは、その強債罪だということですね、にあたるとして起訴されたんですね。 で、ここで、あの、現業の国家公務員に対しての相違行為の全面的禁止ということについての貢献性が争われましたね。現業の国家公務員に対しては相違行為は全面禁止だという、まあ、法律の規定になっているわけですが、その貢献性が争われたということです。ねこれはですね、ちょっと、あの、論理は難しいんですが、 労働基本権はですね単に私企業の労働者だけについて保障されるのではなく公務員も原則的には、まあ、ちょっと中断しますけど28条のね憲法28条の勤労者にあたる以上その保障を受けるべきものであると。別、ね、に28条には団結権団体交渉権団体行動権が。 あるわけで労働三権。それの保障を受けるべきものだろうと。で、15条に基づく全体の保守者論に立脚してですね、全体の保守者だから、それい全面禁止も許されるんだということに立脚して、公務員に対して民意の公務員労働基本権を全て否定するようなことは許されないと。その間、やっぱりやりすぎだということですね。だから、まああ ここはね一つの適切な判断をしてるわけですねこう前提としてですねでただし労働基本権の保障といえども何らの制約も許されない絶対的なものではないのであって国民生活全体の利益の保障という見地からの制約を当然の内在的いいですか内在的制約として内包しているまあこの辺はねまあ、さっきのあの、うん 消防、職員がね、ストライキやるといったことを、ちょっと制約、を見ていただければ、なんとなくわかると思うんですね。やっぱり内在的制約ってあるんじゃないかと。で、その制限はですね、労働基本権を尊重確保する必要と。ね、いいですか。公務員の労働基本権は、やっぱり尊重して確保しなきゃならないという必要と、 国民生活全体の利益を維持増進する必要と比較考慮。ここで比較考慮論、だいぶ前にありました。比較考慮論的な発想が出てくるんですね。要するに、えー、公民の労働基本権はやっぱり守んなきゃいかんのだけども、ところが一方では国民生活全体の利益も維持しなきゃいかんねということを比較考慮すると、やっぱり、あのー、 両方の要請があるんだから全面禁止ということについてもですね、えー、ちょっと問題があって合理性の認められる必要最小限のものでなければならないんだと。で職務または業務の性質がですね、公共性の強いものに関してはその停滞が国民生活に重大な障害をもたらす恐それがあるものについてこれを避けるために必要をやむを得ない場合に限られるべきだとね。 えー、要するにまあここではその公共性が強ければね制限もある程度やむやむえないじゃないかなということですね。で、ここからがちょっとね。まあ、憲法というかですねえー。刑法的な知識が必要になってくるんですが。 これらの制限に対する違反者に対して課せられる不利益については必要な限度を超えてはならず、刑罰は必要をやむを得ない場合に限られるべきであり、本件被告人らの損益行為は果たして正当なものであるかないかを具体的事実に照らして、原判決を破棄は免られないと。原、まあ、判決は有罪にしたわけですね。で、ここに、ちょっとその、 まず憲法問題を議論する場合に、ね、ま前にですよ、そのその刑罰法規があるわけで、その刑罰法規に違反して課せられる不利益については、やっぱり必要な限度を超えちゃならんという、要するにその財形の均衡という、ね、刑法の理論があるんですね。例えば、ちょっと万引きをしました、はい、死刑ですというのは、やっぱこれ、まずいわけですよね。 だってそれから、やっぱり人を殺したものは死刑だ5年以上の懲役、ね、死刑無期ないしは5年以上の懲役って書いてあるということは何かというと、やっぱり具体的に人を殺した場合でも、具体的に見ていって裁判所としては最終的にね、まああ、いろいろ5年と言ってるけども、それを減刑していってです、ね、場合によっては執行猶予をつけることだってあるわけですね。 まあそういったことで、必要な限度を超えちゃならんということです。ね、悪いやは悪いんだからもう、とにかく厳罰だ、厳罰だという考え方はおかしいということですね。それから、刑罰は必要やむを得ない場合に限られるべきだ。要するに、あの法,律と法律がね、えー、は確かに国民の 権利自由を制限するものであるけれどもその時にね刑罰をもって臨むっていうのはこれは一番強い制限なんですよね。わかりますかあの単なるね、えー、例えば免許を停止するとかいうような類いのこととかですねそれから過料といってね過、えー、ち料ですかそういったものを取るとかね、えー その例えば運転免許の停止をするとかね、まあ、いろいろあるじゃないですか。で、その中でも、刑罰というのはね、一番重いんですよ。だって、刑務所に出られることが、まあ、罰金刑もありますけどね、刑務所に入れられること皆さん想定するんですよ。最悪の場合、死刑を想定するわけです。だから、刑罰というのは必要やむえない場合に限られるわけだと。ということから見るとね、今回のその前身の判断はちょっと、 破棄をするんでね、もう一度やり直せとまあ、こういった意味ですね。というふうにこの事件自体はね、非常に裁判所としては、まあ、かなり人権に公務員の、ね、労働基本権という人権に配慮を示した判断 だったわけですねだからまあ非常にあの学者さんからの評価も高かったんですところが次の全農林軽食法事件というのがありましてね、えー、最大半昭和48年といいますからかなりまあ十数年経っている判例ですね前の判例から見るとねで事案の概要は昭和33年岸内閣は軽食法改正案を衆議院に提出しましたと。 ね、軽職法改正案。これ、あれですかね、正式名称は警察官職務執行法ですかね。えー、皆さん、あのー、職質、ね、職務質問なんか受けたことがあると思うんですけど、あのあのの職質というのはこの警察官職務執行法に根拠を持つから、警察官を我々に、ね、質問してくるわけですね。そういうのがあったら うーん警察官に何も質問される理由はないって断れるんですけどねまあその辺のいろんなことはまあ刑事訴訟法を、ね、学,生学習しなきゃですが私もそんなに詳しいわけじゃありませんけど、まあ、まあまあそれは余ですその刑職法改正案を衆議院に提出したとでその内容がですね警察官の職権乱用を招きひいては労働者の団体 運動を抑圧する危険が大きいとしてですね各種労働団体はもちろんのこと全国規模で反対運動が展開されたんです要するにこのその警察刑事、まあ、法改正案が通るとですね、えー、労働運動に弾圧に使われるんじゃないかということで反対運動が展開されたというのは日本の歴史の中ではですね要するにこういう警察官 の職務行動という規定を利用してですね労働運動が圧殺されてきた歴史があったんで、えー、まさにそういう背景もあって反対運動が起きたんだろうというふうに想定されます。でそこであの全農林労組ねもう統一行動に参加することになり被告人ら 同労組幹部が同年11月5日の職場大会の実施について、えー、正午出勤の行動に入れとの指令を出した、えー、また、同日午前10時頃から11時40分までの間、えー、農林省職員の職場大会において約 3000, 人3000名の職員に対して、えー、職場体系への参加を資金に勧めることなどをしたということですね。 でこれらの行為がですね改正前の国家公務員法98条5項これは葬儀行為をあおる行為、ね、葬儀行為をあおる行為に該当するとしてえ起訴されたんですね。えー、反ンはどう言ったかと憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶがと。で この労働基本権は勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地から制約を免れない。ね、公務員に対しても労働基本権はあるけど、それはあ国民全体の共同利益の見地からね、やっぱり制約が免れないんだとで。公務員の労働基本権に対し必要やむを得ない限度の制限を加えることは、 十分合理理的な理由があるとどうですか前の判例とかなりちょっとニュアンスが違いますよね。前の判例は当然その労働基本権は及ぶんだと。だからその制約っていうのもね、えー、必要最小限度のものだなきゃなと。それだけ刑罰で持って臨むなんてのは、ちょっとやりすぎだというような感じのあれですよね。とこころがもうこの判例は最初から 十分合理的な理由があると言ってるんですね。で、公務員は公共の利益のために勤務するものであり、いいですか、公共の利益のために勤務する、公務員だね、公務員が損益抗議に、及び、その、うんぬんということを言ってるんですが、その後なんですね。で 公務員の勤労上勤務条件は原則として国民の代表者により構成される国会の制定した法律予算によって定められることになっておりこれら公務員の勤務条件の決定に関し政府が国会から適法な委任を受けていない事項について公務員が政府に対して損益行為を行うことは的外れね。 勤務条件法定指揮だと。どういうことかというとですね、資金法ではですよ、資金法では、労働道具がどうするかっていうのは、まあ労働組合があればですよ、労使で話し合って決めればいいわけですよ。ね。いや、労働基準法だなんだかんだの最低基準は守らなきゃいけませんよ。それ以上どうするかっていうのはですね、え、ー 話し合いなんですよ。力関係で決まるんですよ。で最終的に社長がねあ、いいんじゃないかって言えばいいわけですよ。まあ、社長がっていうかね、まっ、あ、と取締役が悪いかもしれないけどね、その経営の方でいいと言えばいいわけですよ。ところが、公務員の労働条件についてはですね、その、えー、国会が決めるわけです。ね。勤務条件は法律で決めるわけです。だから、 あその法律の適法な委任を受けていない事項についてですね、えー、公務員が、うん、政府、要するに行政ですね、広い意味では行政に対して、そういう行為を行うことは待たはせた。だから、勤務条件は国会が決めてるね国会が決めてた、要するに立法府が決めてる でそれに対して文句を行政府に言ってストライキを起こすのはちょっとまたアズラだということですね。で、次にあれしますと、使用者としての政府によっては解決できない立法問題に装着せざるをえないことになり、ひいては民主的に行われるべき公務員の勤務条件決定の手続き過程を歪曲することともなって、憲法の基本原則である 議会制民主主義に配置し、国会の危機権を犯す恐れすらなしとしないと。要するに、えー、国会が決めたことをですよ、行政にそれと違ったようにしろというふうに労働組合が圧力をかかって、えー、それはあれじゃないかと、ねえー。議会制民主主義に反するじゃないかと。ね、国会が決めたことを、うん 行政とね労働組合で話し合って決めるという訴状にはないんだということですね。それから次の、市企業の労働者の場合、いわゆる市場抑制力が働くが、公務員の場合にはそのような制約はないと、親方日の丸論だと。これどういうことかというと、要するにね、民間企業の場合にはですね、例えばある種製造業が、 ストライキやってある製品の出荷が止まる,わけ止まるとするじゃないですかそうすると必ずそこには競争相手のメーカーがあってあ,あそこはストライキやってるんだぜひ私どもとお取引くださいとって他の競争相手が入ってくるわけですよそうするとねストライキいつまでもやってるとねその会社はね収益が全然上がらなくなってますますね労働条件が悪くなっちゃう可能性があるわけですね。ですから 組合の方もねで、これは私の想定ですが、組合の方もやりすぎちゃうとね、かえって自分の首を絞めちゃうわけですよ。だって、儲からない会社になっちゃうわけですからね。なんで、儲からない会社にいくらの賃上げを要求したって、えー、できっこないわけですから。まあ、そういうことを言ってるわけですね。だけど、公務員の場合そんなことないだろうということを言ってるわけです。それから、労働基本権を制限するにあたっては、 これに代わる相応の措置が講じなければならないが現行法による措置これは十分なものと言えるとで人事院等による代替措置ありとこれどういうことかというと、まあ、人事院がです、ね、あの民間給与だとかなんか民間の労働条件をずっとこう睨んで,です、ね、調査して、えー、適正な公務員というのはこのぐらいが適正だというふうにきちっとやってるじゃないかと、まあ、いうような意味だと思います。 だから、一般に政治とは許されず、公務員はその上合憲である法律によって葬儀行為が禁止されていると。とい何かというとその、民間企業の連中だ、連中って <laughs> 民間企業の従業員だって、え政治とはだめなんですよ。ね、政治とは何かというと、 えー、何々条約反対って言ってね、民間企業でストをや,やられてもね、社長さんはそれに対して解決能力がないわけですね。でそんなの民間企業でストーやられちゃ困るとい,ということで、一応政治ストアは許されないっていう考え方なんですね。えー、だから、今回だとこれ、政治ストじゃないかということですね。で、公務員はその上合憲である法律によって、葬公務員は禁止されて。 要するに、えー、公務員はね、その上で、その上であの一応、合憲である法律によって、損益行為が禁止されている。ね、もう合憲前提にしてますよね、これね。えー、が禁止されていると。という意味で、二重の意味で許されないんだと。でそれをあおる,る等の行為は、憲法21条の保障する言論の自由の限界を逸脱するものだと。ね 確かに言論の自由っていうのは公務員にもあるだろうけど、そんなことを、そのね、まさに違法なことはおるというのはですね、言論の自由の範囲外だということですね。そこからなんですから、あれなんですけど、合憲限定解釈は、かえって犯罪構成要件の保障的機能を失わせることになり、憲法31条に違反する疑いすらあると。で、これは、 この前の判ですねこれ二重の絞り論ということなんですがこれはおかしいと言ったんですねこれ説明しだすと非常に長くなるとなんですけど要するにその犯罪構成要件っていうのはねそのまあ一応文章で書いてあるわけなんですけどあのそれを広く解することもできるんですねいいですか えー、何々した場合には何々の刑に処するっていう場合に何々をしたらっていうところをまあ、えー、広くも返せるし狭くも返せ広く返してれば広く罰することになるし、ね、何でも罰することになるし狭く返せば狭くあ罰する範囲が狭くなるわけですよ。で、えー、そういう意味では前の判例はそういうことについてねその一つはその 違法であるという範囲を狭めて、だから違法でないという範囲を広げたわけですね、こういうことで一つ絞りを加えた、それから刑罰というのはね、もうよほどひどい場合だけ適用すべきであって、刑罰で罰するというのはね、極力抑制すべきだというようなことで、まさにですね、え、ー 絞りをかけけたわけですねでそういうのはむしろその刑法にそういうことには罰するよということでね、えー、人々のねいろんなかあの安全だとか何とかを保障しているという機能を失わせるということになるとだからこれは憲法31条に違反する疑い憲法31条というのはですね、えーまあ、いろろな意味を含むんですがその中に、まあ、一番大事なこととして あ一番大事じゃないかな2番目の要素ぐらいに罪刑法定主義ということがあってね、えー、罪と罰はね罪と罰は法律にきちんと規定しとかなきゃいかんですよというのが罪刑法定主義なんですねだから監修,監修に反するから刑罰を科すなんてことは許されないよとかね、まあ、そういうようなことなんですがだ,どだから こうしたら、こういうあおり行為をしたら、こういう刑罰が与えられるよって書いてあるんだから、それをきちっと守るべきだろうと。まあ、言ってみれば形式的に守るべきだろうと。で、それを守らないっていうのは、むしろ憲法31条違反じゃないかということを言ってるわけです。ね。で、だから公務員の損意行為を一切禁止した国家公務員98条5項及び同法111条 1> 上1項,17項は合憲である、まあ、この内容の細かくはあれですけどね、えー、合憲であるとしたわけです。まあ、ちょっとこの判例の理解にはですね、そのうん、ちょっと他の法律のね理解も必要になってくるかもしれないですね。ここではまあ、何でしょうかね、えー。労働法の知識だとかかねそれから まあ行政法の知識だとかですね、それから最後は刑法の知識ですよね、こんなことについても多少知ってなきゃいかんいということを知ってないとなかなか理解できないときというところもあるかもしれませ、ね、ん。というのは、まあ、要するに公務員といえども極力労働基本権は認められるべきだろうというのが、まあ、発想のベースにあるわけですね。 まあ、諸外国見てるとね、やっぱりそのところありますよね。で、あれを見て、いや、それは諸外国認めすぎじゃないかっていう批判も一方にはあるわけですけどね。まあ、その辺のバランスの論議だと思うんですが、日本はかなりね、公務員の恋物権禁止してますんでね、そこで、学者さんからはこの判例は評判が悪いです。でも、この立場はですね、その後も引き継がれていて、 今もこういう考え方で運用されているという理解をしてください。あ皆さんのね考え方どうかということがあると思いますよ。でもやっぱりね私はあの個別の、ね、労働ごとだと思うんですよね。個別の労働ごとだと思う。確かに消,消防士さんのこと考えるとねそりゃれやっれら困るなと思うけど。 例えばストライキだってね、その何て言うのかな、あまり長期にやられちゃ困るけど、まあ、短期じゃ仕方がない職種だってあるだろうしね、まあ、いろいろあるわけですよね、それを一律その、えー、禁止するっていうのはどうかなっていうこともあるし、それから何でもかんでも刑罰っていうのもね、これはやっぱりちょっとおかしいんじゃないかなっていう感じがするんで、えー ちょっとこの後半のね、判例については私も疑問を感じます。ね。私も疑問を感じます。やっぱり公務員といってもやっぱり労働者ですよね。ただ使用者が国家だというだけのことであってね。そこは考えればいいじゃないかなというふうに私は思います。ということで、えー、今日はですね、えー、そういうこと。 でえー、公務員のですね、えー、人権について考えてみました。で最後に、まあ、いつものように読書感想文ですが今日はあの自分の頭で考える日本の論点ということでやっぱり出口さんのね、えー、本を紹介してるでまあ宗教と哲学全史でしたっけあれ以来私は出口さんのファンになりましてですね、まあ、いろいろ出口さんの本を読むことがある。 この方すごいですよ、やっぱり。歴史だね。それから、まあ、当然哲学、そうです宗教ね。それも東洋思想、中西洋思想。それから知性、ね、地政学ね。すごい教養人ですよ。で、こういう人が、サラリーマンでこういう人がいるっていうのはすごいですよね。すごいと思う。だからこの方ね、あの、まあ、いろんな、 対談本なんかも出すてますけどね学者さんと対等できるされますもんねその分野についてやっぱりこれすごいなと思いますよ、えー、今更私なんかには遅いですけど爪の赤でも煎じてなんて思いながら読んでます、えー、いやあのー、ね本を参考にさせていただいてますけどでこの本はですね 22の、まあ、現在日本におけるです、ね、論点を挙げて、えー、まず基礎知識を整理してこれはこう,こうこういう問題ですよと整理してその上で,です、ね、自分の頭で考えるとの展開をしてその上で出口さんがこ校自分はこういうふうに考えるとでその中でも以前に紹介しましたがあ出口さんの基本的な思考方法は縦、ね、つまり歴史からまず見てみると。 ね、日本ないし世界の歴史はどうだったのかと。でその上で全現代を見るということですね。それから横、世界。あのこれ何かというとう単に日本だけを見るんじゃなくて世界的に見てどうなんだと、ね。そから算数、これはファクトですね。事実はどうなんだね。いろいろな抽象的な論議じゃなくて、事実はどうなんだ とということで考えるるとといいうことが貫かれているわけですですからまあ個々の論点についてね全て同意できるわけではありません私だってまあそれなにね浅知恵ですが考え方ありますんで田口さん全て正しいなんていうふ,ふうには思いませんけどあやっぱりあの広く深い教養とですね 非常に柔軟な思考に基づく論理実はこの私の比較的得意分野である日本人は働き方を変えるべきかネット言論は規制すべきか公的年金を破綻するかなどについてもですねいくつかちょっとパクりたくなるような説得力がありました。 でその中で日本人は働き方を変えるべきかの中で一文を紹介しましょうとで。もし残業しなければ食べていけない状況であれば、それは企業としてあり方がおかしいのですと。本来企業には収業時間内の労働で労働者やその家族が普通に生活していただけるだけの賃金を支払うことが求められていますというふうに書いています。まあ。 今の時代にいうと私、これです、全、ま、く正当な議論になっていますし、これからますますそうなると思います。ただ、これについてね、うん、日本が要するに残業をしなければ食べていけないというよりもね、残業が多かった、日本は超過労働が多かった理由の一つはですね、えー、これは労働,労働法の時にも話しましたけど、日本は解雇というものを非常に制限されてるんですね。 ですから終身雇用制なわけですよ。一旦雇ったら基本的に解雇できないんですよね。いわ,いわゆる正社員の場合ですけどね。で、そうすると残業が出ないようにね、少しその余計に人を雇うということになると、その仕事がたくさんあるときはいいんですが、 仕事が少なくなるとね、人が余っちゃうわけですよ。かといって会社は人を、会社人をクビにできないわけですね。そこで出てきたのが苦肉の策としてね、超過労働をやってもらおうと。ね。そうすれば、忙しくなった時は超過労働を多くして、で、暇になったら超過労働をなくしていって、で、そういうことによって、 解雇しないいでで済むととうことで日本の、まあ、それだけが理由じゃありませんけどねで日本がそ,のそういう意味で終身、えー、雇用というかね解雇しないというようなことをやってきたやってこれたことの理由の一つではあるんですね。ですからあー少なくとも今までの論理から言ったらまあねまあこのお出口さんの言われてることはまあ正論ではあるんですがちょっとそうおそらく過去を 考えるとちょっと、うん、ちょっと正論すするるかなって感じはするんですだけど今考えるとねやっぱり今後はこういう正論になると思いますよ。というのはあのこれ、ね、食べていけない状況であればどうのこうのということに書いてありますけどまず労働契約としてねあの例えば9時から5時なら5時まで。 1>, 1日8時間という契約をするわけですよ。8時間以内で契約をするわけですよね。その契約があって、あくまで超過労働というのは例外なわけですよ。例外なんだけど、日本ではどちらかというと就業規則に書いてあれば、もう超過労働を命じられたら基本的に従わなきゃならんというよう,なうになってるわけですね。で、これはやっぱりおかしいだろうと。ね、基本契約がそこならば、それを超える例外をする。 をやる場合にはやはり個別に労働者の同意を取ってやるべきだというようなあ労働法の学者さんもいらっしゃいますけどどちらかというと今は私はその方の考え方に、えー、ちょっと近い感じを持ちつつあります悩んでますけどねちょっとね、えー、あそれから余計なことですけどねあのあこの出口さんがね 夫婦別姓問題についてこんなこと言ってましたよ。で、別にさっきのね、えー、縦横で考えるとね、歴史とその横で考える、ね、で考えるということから考えると、それから事実ですかね。えーえー、これはあの歴史的事実は私よく知りませんけど、少なくとも、 そのよくその夫婦別姓反対論者はねその日本の伝統が失われるというけれども北条政子ってね、まあ、今テレビでもねあれしてますけどその北条政子って結婚して性が変わったのかとやっぱ北条政子で通したんじゃないかって言ってるんですよね。 頼朝の姓が源源氏なんですよね源さんがその辺が私歴史弱いんでは分かりませんけど少なくとも源政子だったからですね源氏政子とこういうふうにはあならなかっただろうあくまで北条政子だろうとでまずだから日本の歴史がそうだというふうには言えないだろうそれからそうですよね確か、あのー、昔はね日本は昔は 庶民は名字なんか持たなかったわけですよね何。何々村の何々ちゃんだったわけですよね。でそういうふうに見ると歴史がどうのこうのというのはおかしいだろうと思いますね。それから横展開横展開した場合にいわゆる少なくとも先進諸国と言われる国々の中でね夫婦同性を法律でも求めているのはね、えー、日本だけじゃないかと。 これもやっぱりおかしいということで、えー、夫婦別姓はね、当然認められてしかあるべきだってのことをおっしゃってましたね。で、私もそうだと思います、これはね。それがね、憲法論的に考えても私もそうだと思うんですよ。だって13条でね、個人の尊厳ってことを言ってるわけでしょ。要するに、個々人の尊重しますよって言ってるわけですよ。だから、 あれはね、多数決で決めることじゃないんですよこれはね極論言ったらね一人の国民がね夫婦同性を強制されたらね困りますねこういう困った不都合がありますって言ったらねそれはそれだけで問題なんですよそれからそこでも言いましたけどただしそれによって、ね、個人の尊重をしたために他人に迷惑をかける じゃいけませんよとそれから他人の個性も尊重しなければなりませんよって私言いましたけどだだってある人が夫婦別姓でね暮らしたからって誰に迷惑かけます夫婦同姓がいい人は夫婦同姓を選べばいいわけですから誰に迷惑もかけないじゃないですか。ねえ。 でしかも、これちょっと言い過ぎかもしれないけど、国会議員でね、ある議員の方がね、日本の家族制度がどうのこうの、言われてますけどね、私はね、あんまり国会でね、その家族制度だとかなんとかっていう、その道徳論をやめてほしいんですよね。道徳と法律とは違うんですよ。道徳というのは内心で自分たちがね、自分たちの生き方として守るべきものであって、 法律というのは、そうは言いながらもみんなね、共同生活を営むんだから、あ,ある程度法的に強制しなきゃならんものを法律で定めましょうよということなんだから、ね、家族生活の在り方なんても道徳みたいな話をですね、国会議員が堂々とやらないでほしいんですね。我々は国会議員をね、道徳的に優れた人だから選んでるわけじゃないんですよ。憲法法を理解し、法律が作れる人だとということで、 選んでるんですよね。まあ道徳の話だと申し訳ないけどうんあの西洋にも日本にもね立派な道徳をとと唱えた人のたちの本がね非常に安く売ってましてその本人の本を読んだ方がねよっぽどコスパですよ。そんな国会のね高い金使ってね議論をしてもらうことはないというふうに思います。 それからよくね、先ほど野党までがね、その統計的にどうだこうだ、ね、賛成者が何人だ、反対者が何人だって出てきますけど、この夫婦別姓同姓なんていうのはね、個人の選択の問題い,いや、ほら、どっちかに強制するんだら問題ですよ。だって選択である以上ね、そんな統計がどうのこうのって話じゃないんですよ。ね。その辺がね、私はどうもね、この夫婦、まあ、すいません、夫婦別姓問題に絡んで、えー あれですけど。あの。個人的な。価値観じゃないですよ。その。憲法理論としても、ね、おかしいと思うんですよね。で。すいません。もう言い過ぎちゃうかもしれませんけど。この前もね、最高裁が判断を出して。え五、ー、人のうち二人が。ね、違憲だって言って、三人が合憲だって言って、その、えー。内容はちょっと気に入らないんですが。 これはやっぱりぜひ国会で考えていただいて、何言ってんだと、ねその、安保条約がいけんだかどうかっていうのは確かにねそれはこ国会でっていう言い方は分かりますよ。国会ないし、国民のね投票ばけか決めてくれってうのは、うん、分かりますよ。ね、統治行為論的なことは確かに分かります。裁判官がそれだけの責任を負うっていうのはちょっとあるかもしれないけど、こういう。その 民法法のののその法律上の問題ぐらいね明らかに私の憲法上から見たらおかしいと思うからそういうことについてきちっと違憲だというような判断を出してくかさい何が国会の,あの議論を待とうだなんてそんなのちょ,ちょっとずれてるなって私は思います。えー、あの反対、ね、違憲だって言ったお二人の先生、えー お一人は、ね、あの行政法の学者の先生で出身の先生ですがもう一方は弁護士の先生だったかなうん最もなご意見だなというふうに聞いてましたけどあれですからあれはねイデオロギーの問題じゃないんですよねだってい与党だってねあの与党の中にも夫婦別姓賛成老人たくさんいらっしゃるわけでしょ 国会の指示なんかでもそうだったじゃないですか。で、えー、時の,あの菅総理大臣がね、えー、自分も夫婦別姓賛成論者だったということを認めてらっしゃったじゃないですか。ね。な何もね、他人が、ね、別姓になったからってね、のど自分が同姓の視聴者だからってね、 なんだガタガタ言う話じゃないんですよ、これね。<laughs> なんでそういうことが起きるのかのこには全然理解できない問題の一つです。すいません。余計なことを今日は長々と話してしまいました。えー、ということで今日はここで終わります。どうもありがとうございました。えー、グッドボタン、チャンネル登録も一つよろしくお願いいたします。じゃあ終わります。